こんにちは、マシュエです。今日は蒙古タンメン中本上板橋本店に来てます。ちゃんと噛まずに言えました。ここ前から来たかったんですよね。入り口はこんな感じ。トゥースというか手ぶれすごいな私。まずは食券を買います。店員さんめちゃめちゃ元気。私ここでバイトできないかな。ちょっと一番辛いやつを食べたいと思います。カメラ持ちながら食券買うのむず。てかなんで一番辛いラーメンが北極なんだろう。はい、お願いします。皆様ご注文北極ラーメン。はい、辛さ大変辛いですけど大丈夫ですか。大丈夫です。かしこまりました、はい、お待ちください。やば、大丈夫か確認されちゃった。普段どれくらい辛いの食べれます？普段あんま食べないです。食べない、はい、大丈夫かな。2回も大丈夫かどうか確認されて、周りのお客さんにもチラチラ見られたはず。はい、お待たせいたしました。来たー。ありがとうございます。北極ラーメンでございます。ご注文間違いないでしょう。はい、レンゲが伝説の剣みたいに突き刺さってる。ラーメンから立ち上がってくる湯気が辛くて目がシパシパします。じゃあいただきます。皆さんはラーメンの一口目、麺派ですか、スープ派ですか。私はスープ派です。理由は特にありません。ズズズズズ。もう一口。あー、お茶グビグビ。あ、でも意外といけるかもしれない。確かに辛いですけど、脅されるほど辛くはないかも。続いて見た目ナポリタンの麺いきます。うん、おいしい。辛さより全然おいしい。ちょっと待ってください。辛さは大丈夫だけど汗が出るので髪の毛結びます。あ、今更だけど辛いの食べるって分かってたんだから朝牛乳飲めばよかった。辛っ。唇ヒリヒリしてきちゃった。蒙古タンメンさんでラーメン食べるととにかくティッシュをたくさん使いますよね。あるある。ちょっと麺が怖くて吸えないっていう。普通のラーメンみたいに麺をすすっちゃうと辛さが喉を直撃してむせちゃうんですよね。あー、辛い。やっぱりこの辺りからラーメンよりもお茶を飲む回数の方が多くなります。なくなっちゃった。店員さん、私の視線に気づいて。いや、結構後に来ますね。氷入りのお茶のおかわりもらってラストスパート。あと私の横にいるカップルの彼氏さんが北極よりも辛い冷やし味噌ラーメン食べてるんですよ。マジですごい。ダメだ、辛い。氷食べちゃうくらい辛い。でもあとちょっとですよ、気合いで。これ今編集でいい感じの長さになってますけど、本当は食べ始めて40分経ってます。ってことで最後の一口。完食しました。ごちそうさまです。食べれました。すごいです。ありがとうございます。なんか拍手を強要したみたいでごめんなさい。
この辛さ、やみつきになりそう。また食べに行きます。